皆さんどうも、今回は J1 第1節、セレッソ大阪対アルビレックス新潟、この試合を振り返っていきますので、最後までお付き合いいただけると嬉しいです。では早速やっていきましょう。まずはセレッソ大阪のプレッシングと、アルビレックス新潟の攻撃について話していこうと思います。アルビレックス新潟は J1 でもしっかりと通用することを示した試合だったんじゃないかなと思いました。千葉選手とジェームズ選手、で、コウ選手と島田選手が、基本的には、ビルドアップの素地になりながら、前進していくんですけど、アルビレックス新潟は結構自由度の高いサイドハーフがいて、でその条件としてこのサイドバックがかなり幅を作った時に、この尾身選手と水戸選手がかなり自由度高く動いていたんじゃないかなと思いました。まあ、それでセレッソ大阪は捕まえどころがはっきりせず、まあ、もしくは制限をかけきれずに苦戦していた印象を受けました。アルビレックス新潟はセレッソ大阪の 4-4-2 のブロックに対して、このコウ選手と島田選手がこういう風に、門の先に、動いていくことで、このレオセアラ選手と北野選手をこのセンターハーフで止めていくことができていました。そうすることで逆のセンターバックが開くことが結構あって、ここのセンターバックが空いてくると持ち出すことが多いんですけど、そうするとクルークス選手、まあ、もしくは逆だったら為田選手、サイドハーフの選手が出ていく形が多くなっていました。でこの時にやっぱり空いてくるのは堀米選手で、堀米選手が、ボールを引き取ると前熊選手が出てくる。このようにしてアルビレックス新潟は一つ一つ相手を引き出すことがかなり上手だなと思いながら見させていただきました。でその中でこのサイドハーフがかなり、降りてきたりしていくことでパスコースを作っていくんですけど、その時に谷口選手もしっかりと頂点と、あと上の出口を作ってあげることがうまくて、で、水戸選手も寄ってくることがあったんで、かなりボールサイドに人を集めながらプレーをするのがアルビレックス新潟の特徴なのかなと思いました。他の動画でも喋っていますけど、まだ開幕戦なんで、どのようなサッカーが基本となっているのかわかりませんけど、この試合を見る限りはかなり相手を一個一個引き出しながらボールを多く回して、ボールをたくさん動かしてズレを作って、であるタイミングで早い攻撃を仕掛けていくっていうのがアルビレックス新潟の戦い方なんじゃないかなと思いました。まあ、だから本当に600本ぐらいこの試合アルビレックス新潟はパスをつないでいたと思いますし、本当にそこのボールを動かしていく中で縦パスを差し込んでレイオフの作り方っていうのも上手ですし、この平行の使い方っていうのもかなり上手だなと思いながら見させていただきました。まあ、その分サイドバックが上がって、でなおかつサイドハーフが自由を得たことでかなり攻撃的なサッカーにはなるんですけど、やっぱりその反面リスクもあって、非カウンターを受けた時にどうしても同数だったり数的不利な状況で守らないといけなくなっちゃうので、まあ、そこがどれぐらいJ1 でも通用するのかっていうのが、一つアルビレックス新潟が躍進するか、それとも苦しむか、ここの分かれ目になるんじゃないかなと思いました。それでも攻撃の局面、保持から攻撃に移っていく局面は、十二分に J1 でも通用するなと思いましたし、何より、堅守を誇るセレッソ大阪に対して2点を取ったっていうのは、残る数字としてかなり自信のつくものになっていたんじゃないかなと思います。だから、セレッソ大阪は昨シーズンから引き続き、ここのサイドハーフをうまく押し出しながら、相手に制限をかけて、プレッシングを敵陣で完結させて、それでショートカウンターに移っていくよっていうのも、引き続き積み重ねながら行っていたことだと思いますし、このサイドハーフがしっかり、この、まずは縦パスを消しながら、外側に誘導していくっていう、この方法も昨シーズン見られたものなので、今シーズンもかなり守備の硬いチームになるんじゃないかなと思いながら見ました、この試合。はい。で、まあ、だんだん、セレッソ大阪も慣れてきながら守備を行えるようになっていくんですけど、まあ、そうするとやっぱりセレッソ大阪も保持の局面っていうのを作り出すことができていました。でセレッソ大阪はこのクルークス選手が入ったことによってかなり多くのものを得れているんじゃないかなと思います。セレッソ大阪にクルークス選手は本当に鬼に金棒なんじゃないかなと思います。じゃあそのクルークス選手をどのようにして活かしているのか、そしてその生かした先でどのような攻撃を仕掛けていたのかっていうことについてを次は話していこうかなと思います。はい。クルークス選手が入ったことによって、かなりクルークス選手は動きを加えず幅を作ることっていうのが多くなっていました。で逆の山中選手と為田選手
は、昨シーズン同様に山中選手が高い位置を取りつつ、為田選手がインサイドハーフのような形で、攻撃に入っていきます。だからこの前熊選手がこの試合はかなり低い位置で、ボールを引き取ることが多くなっていて、まあ、このような3センターバックのような形になっていました。まあ、これはこの前熊選手がボールを受けた時にサイドハーフの選手を引っ張り出すことが一つの目的としてあって、あとクルークス選手がここに幅を常に作っているので、クルークス選手にシンプルにボールを渡すことっていうのも一つ考えていることなんじゃないかなと思います。でやっぱりクルークス選手が右側にいることで、彼は左利きなんで、こういうふうにプレッシングをかけられた時に左足で止めることができれば、ボールを隠す、もしくは相手からボールを遠ざけたところでとボールを止めることができるんで、キープすることが割と容易になっていました。でクルーク選手はここでボールを失わないことがとても上手な選手なので、まあ、奥野選手だったりが平行を作っていましたし、北野選手がこういうふうに内側に入ってきてボールを引き取ることっていうのも多くありました。でこれを続けていくことで、尾身選手がこういうふうに外側に少しポジションを移していくと、奥野選手がボールを引き取ることがありますし、ここの北野選手が降りてきて奥野選手がこういうふうに前に出てきてボールを引き取ることっていうのも多く見られる現象でした。でそして前熊選手がここにいることによって得られる一番のメリットっていうのは、やっぱりチャンネルランなんじゃないかなと思います。前熊選手、クルークス選手、奥野選手で、もしくは絡むときに北野選手がいると、クルークス選手がボールを持ったときに北野選手が平行を作って、で奥野選手がこういうふうに降りてきたときに、ここでボールを平行で受け取ったとき、引き取ったときに前熊選手がグーって上がることができれば、こういうふうにスルーパスが出ることもありましたし、前熊選手がクルークス選手にボールを渡したときに、こういうふうにチャンネルランで前熊選手が出ていくことっていう、このパターンがかなり多く見られていたんじゃないかなと思います。でこの前熊選手のこのチャンネルランによって、クルークス選手が内側にドリブルのコースを取りながらこういう風なクロスっていうのも多く見られる形でしたし、まあ、ここのクルークス選手がいることによって前熊選手の内側のチャンネルランを促すことができるっていうのは、とてもいい設計になっていたんじゃないかなと思います。でクルークス選手からのクロスの質っていうのは、確実に今季のセレッソ大阪の武器の一つになると思いますし、その中に、ね、レオセアラ選手だったり、入ってくるのが上手な為田選手とかがいると、より一層怖い攻撃になっていくんじゃないかなと思いました。そして何より北野選手がこの試合めちゃめちゃキレッキレで、なんか今季化けそうだなっていうのはとても感じましたし、そして北野選手が変わってから入ってきた香川選手もやっぱり要所要所で光るものは見せていましたし、これからトップフォームに入っていくんでしょうけど、スーパースターをまた J リーグで見れるっていうのはとてもとても嬉しいですし、アルビレックス新潟も本当に面白いサッカーをしていましたので、ぜひ皆さん2対2と打ち合いでとても面白かったんで、この試合見返してみてはいかがでしょうか。ざっとですがこの試合のポイントというか気になった点を喋らせていただきました。本当に面白い試合だったんで、ぜひ皆さん見返してみてください。はい、本日も長々と喋らせていただきましたが、今日はこの辺りで終わろうと思います。チャンネル登録と高評価していただけると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。